はいどうもパルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は勝利への鍵は両ウィングバックの丸々増やしたい得点パターン柏対トスのゲームマッチプレイブですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでお久しぶりでございますね。ちょっと久しぶりの、顔出しでございます。あんまりこう顔出そうが出さない関係ないとは、思うんですけども、ちょっと僕の前髪切りすぎ問題っていうのが、突如として発生したわけでございます。ちょっとこの前髪じゃ、カメラ前立てねえよっていう話でございまして、まあ、あんまりこう容姿とか、ファッションとか気にはしないんですけど、気にしない僕がですね、今度髪型とか全く、どうでもいいと思ってた僕がちょっと気になるような感じになってしまったんで、今回伸びるまでちょっと待っていたという話でございますけれども、中古で早速今回やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでこちらメインチャンネルでございますね。サブチャンネルの方があと少しでチャンネル登録1000人です。いきます。あと100人切りました。ほんと900何人今いっているんで、ほんとサブチャンネルの方もですね、よかったらチャンネル登録動画概要欄からよろしくお願いいたします。ということで早速やっていきましょうかね。まずこちら、柏対鳥栖ということで、現在柏レースを勝ち点16で4位でございますね。本当今年の、J リーグね、 J1 を最初盛り上げ、序盤戦盛り上げてくれた、この柏レースとサガン鳥栖でございます。この両雄の対決、まあ本当ちょっと勝ち点はサガン鳥栖も伸びてはねなかなかいないんですけれども、それでもやっぱりこうサプライズチームの一つとして、名前が上がってもおかしくないような活躍して鳥栖でございますね。そして、その柏、その前の柏ですけれどもね、柏レース直近5試合2勝1分け2敗で、全員が強度に0対2敗れておりますね。そしてその対数サガン鳥栖でございますけれども、現在8点12で9でございます。直近5試合が1勝3分けの1敗ということで、なかなかこれ数字が伸びてこない、勝ちきれないゲームが、続いているサガン鳥栖でございます。前回清水にもドローということで、この得点力のところですね、まあ、そこどうやって上げていくか、まあ、得点力というのは本当に一気にこうね突然上がるもんでもないですし、まあ、札幌戦のように5対0で勝つゲームがあった後になかなか勝ちきれないというのはちょっともったいないなというのがやっぱりあるんでね、この札幌戦、あそこのイメージをもう一回持ってこの、柏レース戦にも臨んでほしいと思ってますけどもね。はい、そしてこちら前回の両チームスターティングメンバーですね。そして今回すみません、ちょっと僕の時間の都合でですね、柏レイソルプレビューとか、注目選手いつも出してるんですけど、その表をちょっと作る時間が、なかったんで、ここですね、このスタメンの表を見ながらちょっと柏レイソルの、話はしていこうと思ってますけれども、やっぱこのメンバーで言うとやっぱり小山津でしょうね。サガン鳥栖からしたら、小山津、そして三つ丸、この辺はやっぱり、お久しぶりでございますという感じが、しますけれどもね、この小山津、三つ丸、まあ現在柏レイソルでは結構本当欠かせない選手になっているんで、特に小山津本当活躍していますね。これシャドウで使われたりとか、まあ、フォワードで使われたりとか、ウィングバック使われて本当いろんなところで、使われているこの小山津選手でございます。本当サガン鳥栖で、大活躍してます。その後どうなるかちょっとね、不安であったんですけど、しっかり柏レースで活躍を、しているということでございますね。そしてあと、そうか高橋もいるのか、そうか高橋裕二もいますね。これ、そうか高橋裕二、小山津、三つ丸、あれこれちょっとサガン鳥栖色が強いですね。そしてもっと広く言うとですね、これ中村啓太が、元長崎、そして、古賀太陽が元アビスパ福岡、まあ、レンタル先でございますけども ね行っていたということで、結構これ九州色が強いんですね、柏、レイソルとはいうのようなですね、ちょっと僕も今見て初めて思ったんですけどもね、中国でございます。本当これ九州のチームにゆかりのある選手たちが多いんで、だから僕からしたらですね、ああやっぱ古賀ね、やっぱいい選手になったよなとか、あ三つ丸やっぱこれ鳥栖ではなかなか出番なかったけど、レイソルってよかったよとか、やっぱ小山津どこ行っても活躍するんだとか、いろんなことを考えるわけでございますけど、ちょっと個人的にはちょっとね、まあ以前ね所属していた九州の時はですね、応援した選手が多いんで、ちょっとそういう意味でもちょっと懐かしい感じが改めてしましたけどもね。はい、そしてまあ注目選手で言ったら小山津とかマテウスサビオ、この辺はやっぱ注目ですよね。特にマテウスサビオに関してはちょっと現在手がつけられないというか、本当序盤戦ね、柏レイソルを現在引っ張ってる選手の一人はこのマテウスサビオで間違いない。本当ハードワークすることができますし、これカウンターの本当出発点にもなれば自分でボール運ぶこともできるんで、このマテウスサビオはちょっと要警戒ですね。そしてもう細谷についても言うことないですね。細谷についていつも触れているんで、もう 何の話もすることありません。本当素晴らしい選手、本当その一言に尽きる話でございますね。そしてね、対する鳥栖がだからね、この小泉福田選手のダブルボランチをおそらくこのまま行くと思いますしね、まあ、あとファン速攻選手が復帰しているんで、ファン速攻選手をもしかしたらどっかで使う、まあ、スタメンか分かりませんけども、3バックどっかで使う、まあ、田代、ファン速攻、ジエゴが並ぶか分かりませんけど、原田選手も結構調子はいいんでね、この原田選手もなかなかこうね、サプライズ的な選手の一人かなと思っているのは、原田選手とファン速攻、田代ジェイ、この辺がどういうふうに、まあ、チームとして機能しているか、そこもちょっと注目して見ていこうと思ってますけどもね。はい、
そしてこちらトスプレビューということで、なかなか上がらないあのデータという話でございます。何のデータかという話になってきます。ちょっとこれ意外かもしれません。ちょっとサガン鳥栖のサポーターもちょっと僕自身もちょっと意外ではあったんですけどもね。そう、ドリブルのデータがあまりよろしくないんですね。これ全体16位なんですね。まあ、ドリブルの指標というのはドリブルチャンスメイクですね。まあ、この鳥栖の選手がドリブルからどんだけチャンスを作ったか、まあ、ドリブルからチャンス作ってどんだけシュートまで、味方の選手が持っていたかというデータになってくるんですけど、ドリブルの指標が本当に16位ということでね、まあ、トスからしたらウィングバック、ウィングハーフの選手に、まあ、岩崎選手とか、飯野選手とか、ね、素晴らしい選手いるんですけども、それでもドリブルからなかなかチャンスを作れて、まあ、これまあドリブルのチャンスメイク率なんで、ウィングバックの選手だけの責任ではもうないんですけどもね、まあ、しかしこうドリブルチャンスメイク、まあ、ジエゴ選手とかいるんでね、もう本当僕らがいつもこれトスの試合見ていると、これウィングバックとか、まあ、これドリブルからチャンス作ってんじゃんって思いがちであるんですけど、実はデータ上あまりよろしくないというのは、あります。しかしその代わりまあクロスチャンスですね、クロスチャンスメイク率はまあ6位というのがデータ上残っています。まあ、要はドリブルからなかなかチャンスは作ることができないんだけど、しっかりまあドリブルで運ぶことができてクロスまで上げることができればそこから得点チャンス、まあ味方がシュートで終わるようなクロスを上げることができているという話でございますので、まあ、このドリブルの指標が上がってですね、これ例えばドリブルチャンスメイク率がもっと上がってクロスチャンス率もこんだけであれば相当ね、まあ、ウィングバックとして、まあ、ウィングバックの選手のだけの責任じゃないんですけども、ね、こうドリブルからのまあチャンスメイクというのはもっと増えればこれトスはもう一個新しい得点パターンが増えると思うんで、そこはちょっと期待して見ていこうと今後ですけどもね、長い目で見ていこうと思ってますけどもね。で、クロスからも点は取れて、まあ、本当クロスチャンス率が6位なんでクロスから、点は取れているんですけども、まあ、しかしそれでもやっぱ得点パターンを増やしたいよねというのはやっぱり、僕の中ではあります。得点パターンで見ていくと今年のサガン鳥栖の得点パターン、まあ、いろいろ内訳があります。ショートパスからとか、このクロスから得点とか、まあ、いろいろあるんですけど、その、このクロスからの得点が全体の 55% なんですね。サガン鳥栖の今年の得点の、55% はクロスからという話でございます。まあ、半分以上がクロスからの得点ということで、これは一つ、ね、まあ、攻撃パターンというか得点パターンを確立している、まあ、サガン鳥栖といったら外からのクロスが強いよねというイメージはもちろんあって、その通りではあるんですけど、もうちょっと、ね、クロス以外でも得点が増えてくればちょっと相手も嫌がると思うんで、本当ちょっと得点に関してはクロスから、まあ、クロス頼みになっているんでね、まあ、もちろんそれはそれでいいです。本当トスらしくて僕はクロスからの得点というのは、増えていいと思うんですけど、もうちょっとさすがにこれクロスから半分というのはちょっと、もうちょっと他の数字が伸びてほしいなというのは正直僕の中であるんで、この得点パターンもっと増やしてほしいと思ってますね。はい、そして注目選手やっぱ柿田選手ですね。まあ、さっきも言ってるとクロスから得点割合が、チーム全体の 55% なんでね、まあ、なかなかこれサガン鳥栖が得点が現在入らない状況で、そしてまあチーム全体としてもなかなか勝ち切ることはできていないのが鳥栖であることを考えると、まあ、このクロスからの得点しばらく、ね、ここ狙ってもいいのか、さっきも言ったと、まあ、得点パターンを増やすことも大事であるんですけど、確実にクロスから仕留めることも、大事と思うんで、この柿田選手にどんだけいいクロスを供給することができるか、それやっぱウィングバックのクロス、これやっぱものにしてほしいと思いますね。で、あと柿田選手に関しては前回清水エスパルス戦ですね、まあ、外した決定機がありましたね。これ決定機あそこ決めてればの中心がありました。それこそクロスからの多分得点機会ではあったと思うんですけれども、そこをしっかり今度こそ決めてほしいと僕は、てかもう決めきれる選手と思います。本当素晴らしい選手であるのは間違いないんで、この試合本当活躍、本当この間のも取り返してほしいと思ってますけどもね。はい、ということで言うなりますね。以上パルプンテージェルサッカーチャンネルの筒の方チャンネル登録お願いします。さら喜ぶよ。